はい、こんにちは、ずんどうです。今回ですね、試練ダンジョンエジプトシーンやっていこう。試練進化、これ見るとホルス、イシス、バステトが試練進化したと。で、このキャラたちも試練進化して相当強くなった、超強くなったんで、まあやっていこうか。で、ガドブレ L 字が必要、ホルスは。で、追撃ガドブレがイシスとバステト必要って感じか。で、今日ね、この共通編成組んできた。で、まあ結構簡単に組めちゃうと思ってるんだけど、まあどうかな。で、このダミアンデズモンド、こいつが強えんだ。この子がほんと強くて、2ターンで打てる2色陣、4色陣、6色陣、5色陣、5色陣なんだよね。5色陣打てるんで、これで、まあ、スキル使用時、バステットがスキル使用時、バルステット、ホルス、イシス、全部、確かスキル使用時だったから、まあ、スキル使用時のこの恩恵を受けていこうっていう感じかな。で、バステットは進化するとこんな感じか。10強5つ。これすごいな。めっちゃ強えな、この子。マジで強えな。って感じで、まあ、進化していこうか。いや、これ懐かしくないこれ。これ一時期流行ったよね。一時期さ、このキャラめっちゃ環境トップだったよね。まあいいんだけど。で、これでまあ、やっていこう。で、ダミアンに、これなしで OK。まあ、特にこれとかなしで OK かな。聴覚でもなくて OK か。で、ダミアンに、3色いらないかな。まあ、いらないと。で、上限振ってるけど、まあ、一応無効貫通潜在とかの方がいいかもしんない。確か道中でさ、向こうやってくんだよね、敵。向こうはやってくる敵いるんで。で、この武器は L 字。まあ、あれかな。条件満たすため、試練のやつの条件を満たしやすいために L 字持ってきたって感じかな。で、ダミアン、まあ、上限も、まあ、無効貫通がいいか、無効貫通で、まあ、遅延もいらないんだよ、いりませんね。で、昇格性もなくていいと。で、この武器は、ファセット。ショコラなんだけど、これもまあウェイ武器だから持ってきただけなんで、まあウェイが一応ね、バステトの試練で必要かなと思って持ってきた。まだね、あれバステトやってないからね。で、ウェイ持ってきたって感じかな。で、この吉田さんはね、スキブにしてるけど、どれでもいいか。で、ねこの潜在欲しいかな。若干ね、この潜在が結構、まあ、効いてくるというか、このお邪魔目玉耐性が結構欲しい感じはある。1階層でやってくるんで、これ、まあ、あってもいいって感じ。なくてもいいけど、あった方がいいなって感じ。で、この武器は副属性火ですね。持ってきた。バステトにすると、副属性、火属性がいなくなっちゃうんで、火持ってきたって感じかな。シャンドラ7ね、これ、持ってきた。これもまあ、なければ、まあ、たまんね、まあ、たまってもいいか。たまってもいいし、まあ、副属性火の武器で OK かな。で、これがね、なんだ、ドミモンじゃねえな。なんか、この服が強いなと思って持ってきた。一ターンでも、なんか、ピンチになったら、結構これピンチになったら6色陣打ってるから、これいいなと思って、ピンチになったら打っていこうって感じ、これ。聴覚性なくて OK か。まあ、なくて OK。で、この子にも L 字つけました。一応 L 字つけてきた。これでまあ一応、まあ、条件満たしやすいためにって感じで。で、このキャラ、この潜在もいらねえな。いらねえわ。バッジが HP だけど、まあいらねえな。やってこう。で、うわーってすごい、なんかこれ、遊戯王みたい。遊戯王の、アニメは、CM 入るまでみたいな。入るまでみたいな。で、これ、L 字なんだ。あ、これ変わっ、そっか、変わんのか、これ。あれか。あ、でもいっか。まあ、ホルス。で、これ打ってこうか。ダミアンちゃん打って。うわ、ずれるね。ごめんね、ずれるね。これで OK かな、これでいいや。これで、毎ターン6カジュあるし、関係ねえか。で、8コンボ。で、倒せ、マスト。いいね。いいね。で、次が2回と。いや、このエジプトシーン、エジプトダンジョンいいな、これ。めちゃくちゃいいね。で、これダミアン打って。いい気になるのよ。で、まあ、パズルしていこう。まあ、木がいっか。間に合わにゃい。バステトだけに間に合わにゃいっつって。で、これでまあ14コンボして倒していこう。OK、倒していこう。OK。で、次が3階層。いや、これから、なんかあれみたい。トレジャーハンター取れみてえな。トレジャーハンター取れみてえな、なんかあったね。そういう感じが思い出した。で、これ打っていこうか。
これ打ってダミアン打って、あーそっかこれごめんね、ちょっとバステと やってねえからさ結構初見で言ってるんだけど、バステとは初見で言ってるんだけど、もしかしたら欠陥っぽかったら申し訳ない。これで12階層12コンボで倒せっかな。いいね、倒した。で次が4階層で3バーストナックで OK、 乗り越えてみせよ OK。 でこれ無効貫通、そうね、これがちょっとめんどくさいかな、向こう張ってるから。だからまあ無効貫通潜在がまあ一応あった方がいいかもしんねえと。これで OK かな、これで OK。 7、8、9、10、OK。 10はキー、あ、キーが確かあれだ、あれだよね、8倍だったの、8倍になったんだっけ。でこれ帯か、帯か、うーん、まあこれちょっと、まあこれでいいか、これでいいか。で縦離れた、 OK。 でダミアン打って、でまあ適当にやってこう、適当、これでいいか、これでいいか、あ、これでいいか、これでいいか、これで8、9、10、11、OK。 いいぞいいぞいいぞ、いや強いねダミアンさんね、相当強いわ。5階層はニアヌビス、アヌビスハブられたね、ハブビス。でこれダミアン打ってスキル使用して、していこうか、スキル使用してと。いやいいね、ダミアンが強えわ今回。多分さ、ダミアンちゃんが強いと思ってる。これでいいか、これでいいか、 OK、 うまい。火が消せなく、火がちょっと欠損というか損失したけど、これでまあ、めっちゃ押し込んくる。すごい。一撃あったか。ミスったわ。まあ、でもこれさ、あれじゃない？まあ、特にこ、スキル使用しなくても、まあいいんじゃないかな、これ。まあ、これでいっか。これでいっか。76が継続できないのがしんどいけどね、これ。次のダンジョン、次の階層までに倒していこう。で、ボスと。オッケー。でこれボスが第1の試練、ヤーキを6個、いいぞ、あったねたまたまあったわ。なければダミアンとか打ってキー増やしていこうって感じかな。で第2の試練、追加攻撃1回、うわマジか、これでいける、あ、いけるね、いけるね。ダミアン強っ。これで3階層で3コンボして、第3の試練ガードブレイク、あーなるほど、あるね、あ、びっくりした、なかないと思った。でまあこれは色があるのでちょっとこれでやっていこうか。色組んでいこう、5色組んで、で5色組んだ。で第4の試練9コンボ以上、いいぞ。これあれやな、コンボドロップがありがてえな。コンボドロップなかったら結構しんどいねこれ。と言いつつなんかコンボドロップで活用できたんやわ。ミスったやべえ待って8、9コンボいかなかったです。ありゃやっちゃったな。次はいけるでしょう。指が少ねえか。あ、じゃああれよかった、使ったらよかった、バステと使ったらよかったな。これ使ってもいいね、指延長といい意味で使ってもいいかもしれない。で倒しました。最後の試練来た、25個。これは簡単でしょ、これはさすがに簡単でしょ。まあこれでいいかな、こうしようかな。 OK、 こうして OK、 これで8、9で倒せると。いやーいいね。なんならあれもする、イシスもするかな、してもいいかな。動画分けた方がいいかな。でこれバステと進化、やべえな、朝にさ実況撮ったら本当に滑舌が終わってんだよなこの世の終わりの滑舌してんだよな。 OK。 でこれ進化、うわすごい、なんか今切られた。でノエル5体と試練進化、バステと進化きたいいね。
いやいいね勝負するにゃんつって、なんかなんかすごい可愛いね、かわなんか可愛いね。でレベル上がって、まあこんな感じかな。まあ動画時間長いかな、多分動画時間多分8分10分ぐらいになってっかな。これバトル層が長いしね、バトル回数が長いから多分16なんか8分10分になってると思うから、一応分けるわ、一応共通って意味でできるっていうのはまあある、いやできるから、まあそうね、これどうしたらいいんだろうもう一回潜ってもいいですか、ダメ、これダメですか。まあでも普通にこれあれかな、いけるって感じかな。3色、これがイシスはあれか、スキル症じゃないんだ、 なるほど。じゃあこれもまあいけるでしょうって感じで、まあいけるって感じかな。よし、終わりましょう。じゃあね。